都会にそびえる高層階のタワーマンション。そんなところに住んだのなら入居者は必ずバスローブに身を包み、赤ワイン片手にベランダに出て夜景を見下ろして高笑いをする、そういうのを想像してしまいますが、実際にそんなことをしていたらしょうもないなって思いません？でも逆にタワーマンションに住んでいながらベランダに出て高笑いをしない人間は、それはそれでつまらないなって思いません？そう考えると、タワーマンションにはベランダに出て高笑いをするしょうもない人間か、ベランダに出て高笑いをしないつまらない人間かのどちらかしか住んでないことになります。皆さんが羨望の眼差しで見る価格も回数もバカ高いあの建物は、ユーモア、あるいはセンスの欠けた人間が自ら進んで入居する哀れで空虚な直方体にしか見えなくなってきませんか？以上で私の最後の授業を終えたいと思います。皆さん、立派な大人になってください。先生、何したの？国家転覆罪。